アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。今回も初心者の皆さんに、初心者のプロのガンオン歴5年の僕が、非常にわかりやすく、手頃な機体の使い方を、教えていこうと思います。よろしくお願いします。まずは前回の初期デッキの使い方という動画のコメント欄で質問などがありましたので、そちらを一つずつ読み上げていこうと思います。初心者はまずリセマラして強化ダブルゼータを当ててから始めろってことですね。俺も初期組で5年やってるけど、どうやったら遺憾のままでいられるのか不思議。今までずっと中将だったのですが、エテさんのプレイを参考にしたら大将に昇格できました。ありがとうございました。初心者のなりきりがすごい上手いですね。動きも初心者のようになりきってるおかげで、難しい動きもなく、初心者の私にもとてもわかりやすい動画で助かりました。ということで、初心者の皆さんがね、ほんといろいろと、質問が新たにね、出てきましたんで、今回は質問一つ答えていこうと思います。コス CT すぐに CT になってしまいます。どうしたら CT にならずに戦えますかっていうコメントです。はい、てなわけで今回はその辺を考慮してデッキを組んでみました。今回のデッキはこちらです。あ、ちょっと待って、はい、こちらです。今回も初期に簡単に手に入る機体、のみで、デッキを組んでみました。デザートジム編成ですね。あ、まず地上はデザートジム編成です。はい、こちらは、デザートジムです。レールキャノンと、レールキャノンが、これはバズーカではなく、チャージバズーカではなく普通のバズーカなんですが、この、8連装ミサイルポット付きレールキャノン、これへの持ち替え時間が発生しないんです。それは非常に強力で、そうだな、例えて言うならば、今ご飯を食べてる時に、白いご飯を、左手に白いご飯を、こうお茶碗を持って、右手にお箸を持ちます。で食べます。でお茶碗置きます。で おかずを手に取ってお箸で食べます。はい、もうこの隙にもうね、やられてるんで、もう完全にこの持ち替えの作業中にやられてます。はい、しかしながらこいつの場合はこのバズーカと8連装ミサイルポット付きレールキャノン、これへの持ち替えは一切ありません。だから例えて言うならば、ご飯を食べて、お茶碗をこう左手でお茶碗を持って、お箸を右手で持って食べる。で次おかず行く時に、本来ならここで持ち替え時間が発生してやられてしまうんですが、ここで持ち替え時間が発生しません。ご飯の上に、いや、丼になってたわ。これ丼です。これデザートジム丼タイプですね、これが。はい、
セパレートタイプではなく、丼直盛りタイプのデザートジムになっております。それが2期。あと、デザートジム、チャージバズーカの方ですね。まあ、こちらも、こちらは今回も使用していこうと思います。こちら本当、エテポンゲ一押しのガンダムになります。はい。あと、ダブルゼータガンダムですね。はい。あとですね、やっぱりコスト。うん。最近、良いモビルスーツがいっぱい出てきております。380コスト、360コスト、340コスト。この3種類は、基本的には初心者の皆さんは1機に絞りましょう。340から380のコストは1機のみにしてください。でないと間違いなく CT になってしまいます。はい。ほんと最近、昔はね、そんな380の重たい、ね、機体は、ありませんでした。もう昔はジムしかいなかったんで、このゲーム。もう昔からやってる人はね、もうそのジムしかいない、もう、ほんとコストもうね、200とかのやつしかいなかった時代から、もうコツコツと積み重ねてきていますので、今途中から始めた人はね、もうすぐにこうやって380コス、360コスの、MS を手に入れてね、乗ることができるんですが、やっぱりそれは使い慣れてからということにしませんか？はい。なので、1機のみにしてください。本当昔はね、もう昔々って言うけど、本当僕最高さんで5年やってるんで、ガンダムオンライン。走行強化型ジムというのがね、エースでした。はい。はい、そして宇宙にはちょっとデザートジム連れていけませんので、もうデザートジムのミラー機体、宇宙のミラー機体ですね。こちらが、ザク 2F2 型です。まあ、こいつはちょっと話は変わってくるんですが、チャージバズーカタイプ F、そして、この高火力スチルムファースト F 型、あとは3点式 MMP78 マシンガン H です。まあこいつに関しましては、銃撃のデザートジムと同じ仕様です。ただこのスチルムファーストというのがありますので、もしね、群がってたり、もういっぱいいっぱいそのモビルスーツがね、群がってるところがあったら、チャージバズーカ撃ち、スチルムファーストで蹴散らすと。まあ本当ね、武装に関してはそのガンダムと変わらないんですよ、このモビルスーツは。まあ本当ガンダム、僕はこいつをガンダムと呼んでいます。でこいつもコストは260コストなので、非常に回転率が良いです。なので、結構ね、無茶に突っ込んだり、してもね、決してコスト対 CT にはなりません。それを今回ね、見せていければいいかなと思っております。はい。あと言い忘れていました、今回も召喚とかそういうのやつはマジで黙ってろよ、ほんと。初心者に優しくできない召喚のやつとかは、マジで黙ってろよ。言うまでもなく、今僕は中指を立てて。はい。今回のフィールドは、トリントン湾岸基地です。もうこのね、フィールドは、もう、慣れ親しんだフィールドですので、どんどん指示出していこうと思います。本当ね、イカンたち育てないとね、僕の使命なんで、イカンを育てるのが、僕の本当宿命、責任があります。勝てないんでじゃないと、僕が勝てないんで。今回もね、様子見て代理もやっていこうかなと思っております。ね、最初のね、もう挨拶はやっぱりいかんがね、一番いい挨拶をする、チャットで。いかん、さかん、しょうかん、全部回ってきましたが、やっぱね、いかんが一番いい挨拶をします。よろしくお願いします、という。
初動は B から出撃して2番そして1番を踏んで、隙を見て X 突に向かおうと思います。あとは防衛をしっかりしましょう。これはもう何回も言われてることなんでね。マップも見るし防衛もするし補給出すし、あと隙見てね、まとまって突が いければ良いかなと思っております。テポンゲリーハプティズム行きまーす。よし、よし、このまま流れて、おっ、ブラビ使いがい、ダブルゼータの武装は前回と同じ。ちょっと待って、まずは落ち着いてスチームを削除。どうする、いったん、うわー、きれい、一旦引きます。お、すごい強い、今回連邦殴ってる X、 さっきのブラビの人じゃん、これ絶対さっきのブラビの人かもしれない。負けてらんねえな。わっ、 Z も入ってる。わっ、すげえ、これさっきの Z ももしかしたらさっきのブラビの人かもしれない。いいぞ、よし、ここはね、代理主席に立候補して、よし、結構いい流れ来てるんで、しっかり、防衛もしつつでやっていきましょう。で、無理に3番を踏みに行く必要、ちょっと後バズがすごい。なんだ、で、ブーストしっかりいた、うらぁ、オッケー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 、落ち着け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 、ビビらされることはない、その音にビビらされがち、音にビビらされがち、これいかんあるあるで、しっかりね、踏まれたらちゃんと踏み返す、うりゃー、なめるな、いいぞ、うわ、あと、なに、ちょっと、後バズす。みやー、仕留めろ。あーい、おー、つけ、ビビらされなくていい。よし。よし、しっかりな。あ、ちょっと待て、まだ。どんだけここ欲しいんだよ、お前ら。いた。大空振りした。大空振り。いや、これでいい。大丈夫、これでいい。ザバーン、うりゃ、突っ込む、これはやっちゃいけないプレイです。これは今のはやっちゃいけないプレイですね。よく覚えておくように、今のは決してやっちゃいけないプレイングです。下はまあ下は大丈夫かな、ちょっと何か通ってるけど、
補給とや、やっぱ僕ちょっと僕はあれだな、上を担当しよう、上を担当、止めろ止めろ止めろ止めて、ナイスでーす、ナイスでーす、よし、上を担当する大臣任命、マジ俺がいる限り上は一歩も通さない。あ、通ってる通ってる通ってる、止めて止めて、出てくるぞ出てくるぞ、よーし、よし、踏まれたらしっかり踏み返すよ、カウンターや、これでどうだ、そこにいる、リリー回せます、発進する、でしっかりねブースト管理、避難したか、負けない、おっしゃ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 、ありがとう、ありがとうな、ありがとうございます、ちょっとバズーカがもうなくなっちゃったな、補助弾薬、補助弾薬は入れとこうかな、よし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 、あー、まあ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 、この機体に関しましては、あの低コストで、低コストでありますゆえ、低コストでありますゆえ、問題はありません。お、いいないいな、下は大丈夫、やっぱ 上がちょっと、上が今激戦区、俺の縄張りを荒らすんじゃない、あ、でチャージバズーカは基本的にはあの角度のある攻撃をしましょう、よし、上を取る、オッケーオッケーオッケー、これでいいこれでいい、この相手を後ろに下がらせるっていうのが大事です、一人でも一人でもね、あの一人でも多く恐怖を与えて、恐怖を植え付ける、踏まれている、裏、踏まれてなかった、そこ、よし、いいぞ、ちょっと前出るか、ちょっと前、押すよ、おおお、ブーストしっかり、ブーストしっかり気をつけて、これ当て、よし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 、低コストなんで、こっちは低コストなんで、あ、よしよしよし、まあまあいい、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 十分十分、こんだけ押し込めりゃ全然もう十分です、おっと、ちょっと下の様子も見に行きます、遺憾リーダーの僕は全てを任されています、でこの水中用としてこの旅客機を、呪薬を採用しています、何これ以上好きにさせない、へっ、ハエが、コバエが、マジ呪薬使わせたら最強なんで、僕最強の呪薬、
最強のジュアック使い、ジュアックマスターと呼んでください。ジュアックマスターと呼んでください。僕のことはジュアッカーと呼んでください。ジュアッカーと呼んでください。僕のことは、はい、いいぞ、攻めるぞ。いきまーす。うわー、アッカイがいっぱい。いや、ちょっとね、核を貯めていきます。で、隙を見て、核を X に、運びます。ダブルゼータがね、ダウン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 、後ろも気をつけ。このちょっとしたアクション、このちょっとしたアクションめっちゃ大事。これで相手はもう引くんで、踏む時間、踏む時間を与えない。ちょっとでも引けば勝ちなんで、リロリロリロ。よし、味方が援護してくれた。よし、おい、角まで早いって。急ぐな！いかんの、悪いとこだってそれ。急ぐなって、まだ俺の指示を待て。もらいまーす。あ、そしてこいつの良いところは、弾薬がめちゃくちゃ積めるってことですね。30発ありますんで、大体のやつはもうこれで気絶します。気絶で、なおかつこれは H を採用していますので、ロックオンをマックスに上げることによって960のロックオンがあるので、ほぼ当たります。あ、ちょっとでも時間稼げ、ちょっとでも時間稼げ。ヘイト集めろ、ヘイト集めろ。お前は許さん。燃やしてくるやつはすぐ倒しておきましょう。燃やしてくるやつはね、バホラだから言わんこ。もう君バカ、まあいいわ。次ちょっと僕がダブルゼータでお手本見せようかな。次ちょっとダブルゼータで核運搬のね、パラサーテネって怖いね。敵か味方か分かんないね。ミサイル。あ、これ全然 OK です。これは、はい、これはおとりです。なぜならここから、ちょっと待ってね、このパー海から行くのは絶対けど、中央通っていけばいいかな。 C だな。マジで決めちゃうんで、ちょっともう息の根止めるわ。これでどうだ。
いい調子だよ会長会長。うわー、倒しといてなんだけどさ、もっと自分を大事にしなよ。なんかダブルゼータ持てないみたいだわ。初心者の皆さん、気をつけてください。ダブルゼータ、強化型ダブルゼータは運搬には使えません。はい、これ運搬には使え持てないみたいです。わ、もうすごいな。わ、 X 通ってるし、いつの間にか相手がいない間に通ってるし、なんかショック。よし、こうなったら殺しまくれ。行くよー。あ、入れる。おー、殴ったんじゃない今。初めて殴ったかもしれないこいつ。カウンター来てる、カウンター来てるよ。核守って。ありがとうございます。よしよし、印籠渡してやるか。印籠、わ、真ん中拠点なくなってるやん。ってことは真ん中から、あ、見えた、ルート見えた今完全に。これがニュータイプの力。ちょっと待って、ゲージ飛びそう。そこ、あ、ちょっと待って、核もう一個出しといてあげよう、上にな。盛大にやられてこい、それ持っていって。援護お願いします、援護お願いします。これ俺がおとりになってないか、これ。上の角の、これでどうだ。わ、ゼータガンダム、制圧完了。ここに入る。よしよしよし、落ち着け、落ち着いて。ルート、ルート見て、見ルート。ちょっと待って、エースが来てる。ちょっと次さんの的、残らず消えてもらう。ちょっと、やった、いいものが手に入った。まだ始まったばかりです。くそ、そこ敵ビーコンを破壊した。諦めない、石の中にも。やった、いいものが手に入った。これ以上好きにさ、あ、時間がない。くらえ。いい角でしたね、うん、非常にいい角が決まりましたね。あとはもう残ってるね、ジオの残党を倒していきましょう。はい、
ちょっと頑張ればこれ。あー、7位か。あ、これチャージバズーか。デジムをいっぱい使うときはね、注意しましょう。チャージするタイプじゃないのかどうかっていうのが分からなくなりますので。よーし、なんか久しぶりに勝てた気がするわ。なんかまさに僕の戦略がピシャリとハマった、そんな感じでしたね。今回は7位、25キル。てかあれだな、すごいね、突にこう言ってくれてた人がいたので、それが非常にでかかったですね。もうやっぱネズミの重要さが非常にわかるいい試合でした。おお、よくやってくれた。よくやってくれた。素晴らしいですね。本部からの報酬が支給されました。開封するコンテナを。これは銃撃の方。よし。はい。実にね、デジムの良さが、発揮できたんではないでしょうか。やはり低コストというのがありますので、やられても、いいと、やられても多少は、問題ないと、やっぱね、重い重コス高コストになると、もう一回やられるともう当分出られなくなる、上にゲージもごっそり持っていかれてしまいますので、低コストで、ね、ロックオンを おさらいしていきましょう、ね、H あれ、これ H じゃないぞ。これノーマルだった。これノーマルでした。 H なかった。これノーマルでロックオンを、バチボコに上げると、バチボコに上げてください。こいつも同じく。で、こいつの場合は、短式のエッジを、もう960までね、ロックオン上げると、もうほぼ 100% 当たりますんで、どんだけ下手くそなやつでもね、ロックオン960あれば当たるんで、はい、これで当たらない場合はもうね、それはやめた方がいいわ。ガンダムオンライン向いてないですね、それは。はい。はい。てなわけで、今回は、初期で手に入る機体で、コストをうまく、コストを理解し、把握し、どううまく立ち回れるかでした。ご視聴ありがとうございました。